ははいいさんマイドマイド、はい、おばあちゃんソバージュ、ね、毎月ね白髪染め白髪染めしてないね毎月おしゃれ染めしてんだね、白髪ほとんど白髪の人がねおしゃれ染めの8番ねゴールドの8番で染めてる人ね白髪とね黒い毛がね半々ぐらいにあるとねもうなんだかわけわかんない色になっちゃうけどね白髪がねもう9割超えちゃうとねもうおしゃれ染めで染めても、まあ、好きなようにねカラ,カラー見本のように染まると。 毎月染めてるんだけどね、でそば味もかけてるんだよね、定期的にね。だけどね、今回はね毛先がまだまだパーマ残ってんのにね2、3ヶ月前、2ヶ月ぐらい前にかけたのかな、でもやっぱり根元が取れてるからかけてくれってんだよね、今までね、あのまだ毛先、中間かかってるからいいんじゃないっつってね、かけてあげなかったんだけどね、もうこういう方はね、お金に困ってるわけじゃないんだよね、かけてっつんだから、もうかけちゃうなんか体、ほら、接骨院かなんかいくじゃない で怪しい接骨院行くと毎日なんか通うんだよそう毎日7000円払ってるっつうんでねハリ、あのー、だかマッサージだかなんだか知んないのにさまあ、それでも最後はねやっぱり高すぎてやめたとは言ってるね7000円8000円でお釣りがちょっとしかこねえぐらのこと言ってたかなで保険をね適用してくれないんだっね。ったねなんかそこらの接骨院でも保険適用してくれるマッサージ治療院みたいなのあるけどねでそこはね保険適用しないからね うん、毎日行ってね、保険適用されてね、1200件ぐらいだったらいいけどね、7000何百円は高いよね、毎日毎日行ってね。それがね、富裕層が多いね、あの、自由が丘とか田園調布とかね、あの、疲労とか六本木とかそういうとこだったらね、また話は違うかもしれないけどね、こんな硬い中だからね、田舎でね、 だから今回こちらのお客様ね、十分に毛先はかかってんだよね。残ってんのね。かかってないな根元5センチか6センチ。意外とね、まあ5、6センチに見えるけど、実際定規で明ると10センチぐらいだったりするよね。かかってないのがね。まあロット1本分ぐらいかかってないかな。でも2ヶ月前にかけてから根元2センチは新生毛で多分ここはもうかかんないからね。2センチ以降は1回薬ついてるわけだからね。あの、ローリアルプレミアムの血を一番強いやつね。 とにかくね、びしゃびしゃに濡らした状態で水巻きでね、巻いて、うん、もう水がもうついてるとパー巻きって薄まってかかなくなるからね。まあそれを使って根元だけかけようと。今回はね、8ミ、mm、リで巻いたんだよね、8ミ、mm、リのロットでね。で、8ミ、mm、リで巻いて、根元ってのはまあかかってない健康毛に近い部分、それ一番強いロレアルのプレミアチオでかけて、何ミリの径にかかるかってことだよね。 8mm でね、無理なことしなかったら、おおよそ1円玉の計 20mm、1円玉直径 2cm なんだよ、そのぐらいのカールしか出ないんだよね、根元はね、毛先はねもういくらでもかかるからね、本当にねあのかかりにくい根元をね毛先みたいにかけようと思ったら、5mm ぐらいのロットで巻かなかったら毛先、根元っていうのは毛先みたいにか,かからないのよ、これね、パーマをね、何回も何回もやってるとね、 いやこれだんだん分かってくるんだよね。根元は本当にかからない。毛先はいくらでも簡単にかかるっていの。基本的に毛先なんか 12mm で巻いたってかかっちゃうんだからね、こういう方はね。あんまり太くするとね、今度ストレートパーマンみたいになっちゃうんだよね。まあ、これはやった経験のある人だったら分かると思うけどね、2 0ミリとか2 3ミリで巻いたらまっすぐになっちゃうんじゃないカールなんか出ないでストレートパーマンになっちゃうよね。本当にね、太いんで巻くとね、テストカールが分かんなくなっちゃうのよ。そうすると、うん、オーバータイムで毛先が溶けるまで。 チリチリ複雑骨折みたいな毛先になっちゃうんだよな。チリチリバリバリね。で、ロットにへばりついたみたいなかかり具合になってさ。まあ、1対1か。ロットに対して本当に1対 1? あれはもう最悪なパーマだね。<laughs> 手触り最悪だね。あと、切れるね。ちぎれちゃうね。自然にね。はい、とりあえずお疲れ様でした。